からほい。いいよ。オッケー。こんばんは。こんばんちゃ。アンジェラさん、ハートありがとうございます。はや。ありがとうございます。テロップに入りまして。おーやっほー、てっちゃんかわいい、ありがとうございます。イエーイ、こんばんは。そう、サングラスシャレオツー、やっぱねワンポイントは大切大切やわ。こんばんは、やっほー。朝ぶりのアリサ、おーやっほー、ももかちゃん帰宅中、ハクツルさん、ありがとうございます。こんちゃーん、こんちちちちちゃん。今日は実力テストが終わりやしたイエーイ、実力発揮できたぜやっぱ実力あったわ。お疲れっつー、お疲れっつー。こんばんは。ぐさ。よし。チャンス。テストお疲れ様でした。ありがとうございます。果たして実力あるのでしょうか。来年じゃない、今年をもう、今年は受験。あ、そういうことか。1月を、1月も終わってってこと。そう、もう今年、今年受験、受験の年。ララララララン。だらだんだだん。朝一雨のセットアップ、ことマジイエーイ、ありがとうございます。チャピチャピさん、マジか早く病来ないかなよっしゃー、ありがとうございます。今日もね、じゃじゃん、こちらプレゼントでいただいた雨ウィンクでございます。そう、じゃじゃん、文字が横に伸びてる、アメウインクみたいなどうやったらアメウインクって読むんかちょっとわかりませんけど、アメウインクの服です。白白白。ラルクさん、だるまありがとうございます。イエーイ。だだ、今年度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 やね、今年度で、そうです、受験です。楽勝中の楽勝だべ。いやー、修学旅行はないよそれマリナにも言われたんやけど、修学旅行はいかんのって。修学旅行は中2ですよ。中1がやかつで、中2が修学旅行で、中3は職場体験ですよ。そう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 、中2だよ、修学旅行に行くのは。そう、マリナも言われ、マリナも言ってた、修学旅行はなんか行くなってもう今年はないわ。タタタタタタタラン。白も似合う、よっしゃ、ほんまに、ほんまですか。89の声当たったよ。すげえ、どっちも、むっちゃんすげえ、おめでとうございます。イエーイ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 、すごー、癖のある書き方癖ある、アメウェンクみたいな。ネモースの動画ないちゃうから、嘘見ましたか。そう、ネモースだよ、久しぶり、めちゃ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 久しぶり、いつぶりや、もう、え、いつぶりネモースいつぶり、あ、ネモースじゃない、イモースやイモースいつぶり、もう全員でやった後やったっけ、行ったっけ、全員でキーブやった後なんかやったっけ、忘れた。めっちゃ久しぶりにイモーステレビに行ったので、ぜひ見てください。もうすごく、すごい無茶ぶりすぎてびっくりしましたぜひ見てね。どっちもすげえ、いいね、ありがとうございます。かわいじゃないか、シェッチーさん Thank you。
無理やー。おー、もときさん、Thank you。 イエーイ、サムライスピリッツ、サムライの心を学びますので、ぜひ見てください。イエイ、こんばんは。修学旅行で職場体験、逆、嘘、中2で職場体験行くんですか、マジマジで。今来たよ、ヤッホー、船公園当選した、おお、おめでとう、おめおめ、89、こんばんは。試験はできました、イエイ。いつもできる、できないっていう言葉はない。もうそう、わからんところも、まあとりあえず書いとったらもうできた範囲に入るんすよ、私の中では。そう、わからんくてもまあとりあえずこれかなとか思って書いといて、そしたらもう書けたらもうとりあえずできたっていうわけです。取りまできてる。そう、アリサが一番サムラっぽいよね、前髪がチョーン。サムライってなんかよくわからんくない、忍者とか忍者の歌舞伎とかだったらイメージつくけど、サムライはあんまりわからんない。サムライってね、わからんやね、忍者の方がわかるくない。サムライと忍者は違うらしい。8、6月8、昼夜、どっちも当たってた、すげえ、家族に怒られる。確かに、高いのに船公園は、高い、お値段が高すぎるのに、すごい、あやさん、イエーイ、よろしくお願いいたします。できる子やです、イエーイ。仕事はおっつー、武士、武士、サムライジャパン、サムライジャパンはあれやん。サムライジャパンって何かやん、野球、野球かいねん、なんかあるよね、チームでしょ、スポーツの、何やったっけ。サムライジャパン、カウント完了、ありがとうございます。ダルクさん、ダルマ、Thank you。今からバイト行ってら、頑張ってください。6月4日で怖いけど、それ頑張ってください。野球ですよね、よっしゃ、合ってた。野球だよね。そのギフト、このギフト、クマのイチゴらしい。イチゴに挟まれたクマや、あざっす、ダダーン、ベベン。クマありがとう、ありがとうございます。クマクマ、サムライブルーってあるん、サムライブルーはサッカー、ひー、それは初耳学。サムライブルーは初耳学やわ、イエーイ。そうよ、今夜はスチューデンツもありますので見てください。新しい回ですね、新しい。あの、新しい回です。前回まではあーちゃんとか、あーちゃんとかほのたんとかもいたのですけど、今回はまたメンバーが変わりまして、そう、2ヶ月連続2ヶ月連続8回出演、8回連続出演なので、よろしくお願いいたします。ミネオシアリサとマリナも、マリナもだね、マリナも8回連続出演でございます。また連続でスチューデンツ行った、なぜか。ぜひ見てください、イエーイ。そうよね、近くで席わからんもんね、2時間前じゃないと。なんでそんなギリギリな。キャラメルフラペチーノ、何それ。わかるわ、何それ。いつも飲んどるやつやったわ、最近飲んでなさすぎて、最近はタピオカすぎて。キャラメルね、キャラメル美味しいよね。今夜も風船がある、あー、そう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 、早口言葉言って、そう、言えんかったらおきちゃんが風船を割るやつです。見てください。明日休みだから、確かに
明日休みだから金曜深夜ぜひ見てね。連続スチューデンツですよ。連続で出たのは初めてやね、スチューデンツ。イエーイあとそう、特別講師さんも来ておりますのでね、初のスペシャルゲストらしいです、スチューデンツ。特別講師も来ておりますので見てください。いつもスチューデンツでありちゃん出したアプレゼンさ嬉しい。スチューデンツ好きよ。スチューデンツ一番好きかもしれんな。いやでも頑張りますも好きやけどね。あれはたまにしかない。あれはほんまにたまにしか出れんけど、スチューデンツは楽しいよね。ゲームがゲームが楽しいし、時々夏休みとか冬休みとかだったら料理対決になるけ、もう楽しい。料理はおもろいわ料理は面白すぎる。よっこらしょ、ゴンちゃん。ゴンちゃんね、ゴンちゃんまだかな。7200秒前にならんと席わからん。そうよ、そうっすよ。風船のありさかわいくいや、あれは焦るあれは焦るわ。だってあーちゃんにさ、ボン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 踏まれてからさあーちゃんが本気出したら怖いんじゃけ、知っとるでしょ。うふふ、スチューデンツ中国地方限定だっけ。スチューデンツはあ、そうよ、ヒロテレだから広島だけだ。広島テレビやからね、広島だけですね、スチューデンツは。そうだだスチューデンツのロケ企画にも行ったし、ああね、ロケ企画行ったことない、スチューデンツ。スチューデンツはあの学校の中でしかやったことない、まだ。宮島とか、何、尾道とか、ロケ企画は行ったことないっすね、まだ。旅になるやつ、美味しいもん食べれるし確かに確かに。でも中でもさ、あれだよ、新徳のと高校でもスペシャルスイーツが出てくるじゃん。スペシャルスイーツー、正解クイズの正解者にはスペシャルスイーツーが出てくるじゃないですか。あれね、ほんまにすごいらしいんですよ。なんかいつのか忘れたけど、ショートケーキがあったんです。ショートケーキが出てきたんですよ、いつか忘れたけどね。ショートケーキでもいちご盛りだくさんみたいな、もう上にもいちご乗っとって、スポンジのところ、スポンジいちご、スポンジいちご、スポンジで一番上にでっかいいちごを乗せるみたいな感じで、もういちごをめっちゃ使っとるケーキがあって、あれね、そうあれね、いちごを使いすぎてからね、めっちゃ高いらしい。めっちゃ高かったんやって。なんかね、1000円超えだったらしいですよ。やばくないですかこんなあれだよ、あるじゃん、ワンホール1000円じゃなくて、ちっちゃいやつですよ。この一口じゃなくて一人分のこの三角あるじゃないですか、1ピースみたいな。1ピース、そう、1ピース1000円、1000円超え、1200円ぐらいのケーキ、やばいよねやばいよね。そういう、そんなお高いものを用意してくれるんですよ、スチューデンツは。素晴らしい。ショートケーキめっちゃすごいよね。さっきだったっけ、忘れた、誰だったっけな、一人分1200円、やばいよね。びっくりびっくりモンキー、ふん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 、スパカパ、音復活、音聞こえんかったん遅れて四国の方で待って、あ、そうなん、初知り、四国の方も見れるんやね。タピカツしてます、ウィッス、ザリガニ大根ウィッス。熊本だからイモース TV、 あ、イモース見れるんや、熊本。あ、そっか、イモースは見れるんか、 CS。うんうんうん、たっけー、でもスチューデンツは好きよ。なんでかというと、
もしさ正解できんくても番組上では正解した人が食べてるんですけど、はいカットがかかった瞬間食べれるからさそう食べれる。いやあれだよ、全員分はいないけど、そう全員分はないんですけど、指でもう一個あるんですよ、あのケーキ同じのがだからそう正解した人がそう一口食べたケーキと、もう一個新しいケーキをみんなで食べるっていうそう番組上はね正解した人だけ食べとるけど、そうカットがかかったらアリサが食べに行くすぐ食べに行くから好きです。で頑張りますはね、頑張りますのさ、そうなんかお店を写真でからお店を見つけるロケがあったんですけど、あれはそう勝ったグループ、なんかそのお店を探すんですけど、2チームに分かれて先に着いたグループしかそのお店のね食べ物食べれんくって、そう全部負けたよね。そう3店舗あってね全部負けたんですよ。だからもう何もマジで食べてない、あれはマジガチだったなあれはガチだった、ほんまに。葛藤がかかったらさ食べてもいいんかと思ったら、ダメダメダメ食べたらダメって言われてから、そうスタッフさんがね厳しかったねあれはガチで探したけどね、ガチで全部負けた。チーン、その日はご飯なしだったな。なな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 なめっちゃバラしそりゃそうやん、本当のこと本当やもんだから、あー正解できんかったと思っても後で食べれるって思う後で食べれる。スタッフが美味しくいただけないや、そうスタッフさんそうや、美味しくいただけません。パンケーキとか面白かった、パンケーキそう何も食べれんかった、チーズタッカルビも。でもねあれね、そうもう食べれんくて、そうガチガチで、そうガチで食べれんすぎて、もう普通にプライベートで行きましたからね私はそうよ、家族でご飯行こうってなって、どこ行くって言ったら、チョアって言ってチョア行こうって言って、そう一番最初に行った何だったっけ、チーズタッカルビのね韓国のお店に行って、あそこすごい美味しいですよ、食べ放題マジ。もう番組では食べれんかったけ、もう普通にプライベートで行きましたからね、チョア、こういうお店、そうこういうお店ですあれすごい美味しいよマジ、行ってみてくださいね。パン、そうパンケーキも行きました、パンケーキはもう2回行った、2回行った、あそこパンケーキマジで美味しい、幸せのパンケーキとそこが近くて、そう近くにあって、で本通りはねまだまだパンケーキ屋さんあるんですけど、まだ全然パンケーキあんまり行ったことないですけど、幸せのパンケーキがどんな味か忘れたけど、幸せのパンケーキよりもアリサはあっちの方が好きかもしれん何やったっけ、アップルなんとかみたいなお店、そう頑張りますで行ったアップルなんとか系のお店です。アップル A がついとったな、まあ最初にそのお店。キャラメルフルペチーノー、みんなで仲良く、アリサの名前そんなことはないよあとね最近、そう最近ね天丼タカラっていう、そうタカラっていうすごいねちょっと高級系の天ぷら丼ぶりのお店行きました。そうママと2人で天ぷら丼ぶりのお店に行ってから、地アナゴ食べました。宮島の地アナゴ、地アナゴ丼、宝だから全部行ったんだとりあえず全部行って、とりあえず全部食べた、番組では食べれんかったから。だからパンケーキはフルーツ乗っちゃうからいけるだよな
え、フルーツダメなん？フルーツがいいんじゃないですか。でもチョコレートとキャラメルとかもある。でもパンケーキとかあんまり好きじゃないんですよね。そう、なんかそういうフルーツ系や、フルなんかさ、パンケーキなんかでかいやん。そう、あれ映えるためにさ、一つのお皿にパンケーキが、でっかいパンケーキが2つ乗ってから来るんですけど、あれはほんまにお昼ご飯食べてからデザート感覚で行ったら食べねんよ、マジ。もうそのパンケーキがお昼ご飯だと思って食べに行かないと、本当にあれはね、食べれないね、全部。そう、前ね、お昼ご飯を普通に食べて、そのパンケーキ屋さんをデザート感覚で行ったんですけど、それでお腹いっぱいすぎて全部食べれんのに全部食べたけ。マジで。あれはトラウマやな。もう全部食べれんのに無理やり食べたけな。トラウマすぎた。トゥルトゥ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 クトゥトゥ。そう、マジあれはね。あれはマジやばいわ。そう、なんかね、甘い、あんまり甘々系が嫌いなんですよね。かといって、まあタピオカ飲んでるけどさ。そう、プリンとか、プリンとかもあんまり好きじゃない。プリンはさ、上の方は美味しいけど、下の方のさ、濃いところ、濃い蜜があるじゃないですか。あれ、あれ苦いよね。なんか矛盾しとること言ってる。甘いの嫌いって言ったのに、プリンは下の苦いところが嫌いなよね。そう、そんな感じ、そんな感じ。まあ嫌いなものが多いんですよな。生クリーム大嫌い。それはやばい。生クリーム大嫌いだったら何も食べれんよ。ケーキも食べれん、シュークリームも、シュークリームは違うか、カスタード、いや分からん。タピオカも、あ、タピオカは違う。スタバも飲めれんじゃないか。生クホイップ、ホイップマシマシにするのに、私ホイップマシマシカラメル。うん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 。ドゥル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 ドゥ。苦いのが美味しいのに。生クリーム乗ってるプリンあるね。ねえ、なん、プリンはあんまり、あんまりやな。普通のコーヒー飲みにする。普通のコーヒーね。アリサはコーヒーは飲めない。甘党、辛党でもないよね。何党、なんかね、味濃い党。味濃いものが好き。しょっぱい、うん、あんまりしょっぱいものも好きやないけど、難しい人だ。難しい好みしとる。生誕のケーキ最近ないんですよ。そう、本当にぜひ、そう、あの、びっくりすると思う。アリさんはね、初めて、あの、かのんちゃんじゃなくてのんちゃんの生誕さんに出てね、あの、ハッピーバースデーでケーキが出てきた瞬間びっくりしたよ、本当に。ケーキこれ。と思って、びっくりした、本当に。そう、もう生誕祭に入ったことがある方は分かると思うんですけどね、入ってない方のためにまだ内緒にしとくね。そう、ケーキこれと思って。マジびっくり、びっくりしました。適当。そう、びっくりするよ。ぜひ生誕祭、あ、ぜひ生誕祭当ててください。誰かの生誕祭の時に入ったら分かるので、ぜひぜひぜひ。そうそうそう、もう小さいとかでっかいとかの問題じゃなくてね、もうね、本当に笑いが出てくる。面白い。マリナの生誕行ったことあるよ。違う、船。そう、ゲバントホールの時は普通にケーキでした。みんな同じ四角いケーキで、チョコの柄が違ったよね。チョコレートの柄が一人ずつ違ったんですけど。母ちゃんの生誕だったから見るね。そう、ぜひぜひ。あ、でも一番後ろの席の方だったら見えんかもしれんけど、マジで面白い、マジでびっくりする。船にお金がいるから、そう、ケーキには使えなかったんやろうなと思って見てる。怖
これ当たったことないって、もし込んだことないそれ当たらんわそれ当たらんわ。うん、ドド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 ドン、コストがかかってるからですよね火を消すのが笑えるぞ火を消すのが笑えるんですよ、ほんまにほんまに面白い。何歳になってもろうそく3本やし、めっちゃ面白い本当に。タタタタタンタンタン、そうだよん。神戸、神戸港まだ行ってないよね。あとどこに行ってないんでしたっけ。船アリさんまだ愛媛と広島しか行ってないんですよね。また6月の公演も広島だしね。神戸港はまだ行ってないよね。神戸行ってないだよね。あとどこ行ってないんで、山口って行きました。山口は行ったか。ゆみりんが、ゆみりんがし、あれゆみりん山口行ってないですよね。やっぱり行ってないよね山口行ってないか。え、徳島も行ってないんか。そっか、まだ3つも行ってないんか。うん、会えなさすぎて泣いてる、ほんまにアリさんも泣いてる山口ありますよ山口イオンはないやろね。山口イオンはないらしいんですけど、船はちゃんと行きますよ。山口にもまだあれか、山口と神戸と徳島に行ってないんですね。なるほどなるほどね。でもあれね、あれですよ、なんかそう、あ、今日は愛媛かとか思って、まだ2回しか行ってないんですけどね。まだ愛媛の公演と広島の公演しかまだ出てないんですけど、あの船の中身はさ一緒だからさ、そうあれ面白いよねそう、船公演はそう山口行ったり愛媛行ったり広島行ったり岡山行ったりするんですけど、そう、その公演、その何、劇場ない中は、そう船の中自体はさ、どこ行ってもあんまりというか全く変わらんからさあれ今日どこやっけって感じあ今日愛媛かと思ってそう、まあ強いて言うなら、強いてね、箱の中身は一緒なんですよ。強いて言うなら、そう揺れが違うよ。そう愛媛は全く揺れんくて、広島はマジめっちゃ揺れすぎって広島揺れすぎと思いましたね。そう、 C って言うなら揺れの違いやねそうめっちゃおもろい、そりゃそうだそうお前に、なんか愛媛来たらみかんとかつければいいのに、なんかみかんセットみたいなみきゃんとダークみきゃんつけるとかなんか飾り物作ったらいいのに、みんなで。もう広島来たらもみじまんじゅう、宮島の鳥居とかを画用紙で作ってから後ろにペタッとか貼ってみたらいいんやけどそう、どこ何県行っても船の中は一緒だからね。あんまりさああ今日愛媛かとかあんまり思えんよね。涼しさが違う。なるほどね、なるほどなるほどなるほど。いつもおしゃれだね。いや、これはファンの方にもらったんですよ。ありがとうございます。アミウィンク。推しの可愛さに縦揺れ。よかった、横揺れじゃなくて。イエーイ。今日は直屋軍団は来るの。最近直屋軍団があんまり来ない。船で生活してるメンバーはいますか？みんなしてるよ、ゴロ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 でもね、あれね、あのゴロ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 はいいんですけど、絨毯マットがあるんですよ。マットがね、なんか毛なんですよ。毛のマット、そう毛のマットで、からそうゴロゴロしたらね、服にいっぱい毛がつくそう、家で猫飼っとるんかぐらいさゴロゴロしたら毛がつくからね、あんまりゴロゴロしたらいけんそれか毛がつきにくい素質の服を着ないとね、あれは
めっちゃやばいよ、毛だらけになる、毛だらけ。声の中も感じ出せばいいのに。確かに今日は愛媛、愛媛、香川はうどん、そうやね、うどん、うどんで決まり。演出上、あ、演出上ダメなんですか、すいません、あんて誠に申し訳ございません。なるほどね、酔わない、全然酔わない。三半期間強めやから全然酔わない、ゆらゆらしても。直哉軍団おるやん、直哉軍団、直哉軍団草おるやんか、誰か、リバース、リバースおらんやろ、おらんやろ絶対。ゴロ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 できんよ、瀬戸麻耶加減にできるん。いや、まだ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 勝負は始まってなせんから。そう、まあ絶対聞いてくださいね、明日はちりめんパーティー、じゃじゃーん、明日は RCC ラジオにて、広島なんですけどね、広島なのですけども、RCC ラジオにてちりめんパーティー、ぜひ聞いてください、イエーイ、よろしくお願いいたします。広島じゃない方はラジコっていう何アプリで聞けるらしいので、よろしくお願いいたします、イエーイ、ちりめんパーティーぜひ聞いてね聞いてね。そして6月3日になったらぜひ、そう、ちりめんパーティーのホームページにて、ちりめんパーティーで調べていただいて、ホームページを開いていただいたらすぐに5人のメンバーのね、アーシャがどん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 って出てくるので、峰押しアリサをポチッと押しまして、投票をよろしくお願いいたします、イエイ、みんな投票してください。絶対負けないよさ。パンデラさん、だるまとハートありがとうございます。みやこ先生も Thank you。 アリちゃん軍団、アリサ軍団か、そうか、間違えた。アリサ軍団やったわ、大君は。ラジコで聞くよ、おー、ありがとうございます。ラジコなら聞ける、ありがとうございます。まあね、ラジコはね、ちょっとマネーが必要になってきてしまうので、別にそう、何、ラジコでね、全然聞かなくても投票していいので。そう、投票は無料になっております。そう、ラジコです、そう、ラジオ聞くのはちょっとマネーがいるのですけども、そう、投票はね、清き一票、アリサに清き一票入れる動作は無料なので、皆さんぜひよかったら、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。清き一票よろぴくー。ラジコを使えば全国で聞けるんか、あ、そうラジコなんで漢字にするんやねん。え、ラジコ無料なんですか？なんかラジコはマネーがかかるって誰か言ってた。あとから棒チューブで、確かに棒チューブでは聞けるやね。広島に住んでるんやけどラジコで聞ける、なんでやねん。なんでやねん。県外の人は有料、あ、広島県じゃない人はラジコが有料なんですか？かわいそう。プレミアム、まあいっか。あ、いっか。ぜひラジコはラジコかちりめんパーティー聞いてください、よろしく。で、6月3日から8日までの5日間、3、4、5、6、7、8、え、3日から8までですよね。3日から8までの、まあ、1、2、3、4、6日間、6日間、ぜひ、投票期間なので、皆さんよかったら投票よろしくお願いいたします。イェーイ。イェーイイェーイ。ちりめんは広島でむちゃむちゃ有名な、
なんか小魚みたいな小魚系のやつです。豆腐の上とかに乗せたりする。人それぞれかそれはそう、ミニオシケは豆腐の上にちりめんをじゃこを乗せたりしますね。ちりめんパーティー、まっ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 マニフェスト、マニフェストを聞いてから誰に投票するか決めます。マジか、そんないいこと言ってない。マニフェストマニフェスト、はじめまして、フォローしていいかなぜひぜひフォローお願いします。嬉しい。人参さん、人参さんでいいんですか。キャロットさんでしょ絶対ぜひぜひ。おにぎりに入れたことはないな、ちりめん入れる人もおるかもしれん聞いてから決める。みんなみんなお厳しいお厳しいな。手料理いいっすよ今度届けるわ。イケボしらす、しらすって何回ねしらす？しらすとちりめんの違いよくわからんな。ホームページ見たら男前がど真ん中に。そうなんやすぐそういうこと言う。そう、女の子なのに男前の人がいるので、その人に投票してね。よろしくお願いいたします。イケメンに登場、投票やろ。そう、真ん中におるイケメンの方にぜひ投票お願いいたします。一人一票なんかな、分からんのよそれが。一人一票なんか一日一回できるんか、そう、それがよく分からないんですけど、3日になってみないと。まあとりあえず投票お願いしますとりあえずね、投票してくださいね皆さん知らすよりも小さい、あ、大きさなんや。へえ、大きさなんやね。トークうまいよね。嘘、全然、ただ喋り倒してるだけやで気に入ってます、嬉しい。お、アリサ、いや、やったナオヤ軍団が来たぞナオヤ軍団が集まってきた。ヤッホー、俺の話ピンポンピンポン俺以外にいるの？いないよ私そう、投票で、もしですよ、もしアリサが瀬戸麻衣くんになったら、そう、夢の夢のあゆまんとの共演もありますし、あゆまんとも共演できますし、ソラファもいるし、ほのたんもいるしのんちゃんもいるし、あと誰だって、おきちゃんもいるし、夢の共演が見られると思いますのでよかったらよろしくお願いします。そして公演回数が増えますのでね、その代わりその分、そう、瀬戸麻衣くんもありますし、スタジオもあるのでね、公演回数が増えるのでね、そう、スタジオの公演外れてもうたー、ガビーンってなったとしても、あ、